飛行目は、哺乳孔に分類される目。一般には、アルマジロと呼ばれている。北アメリカ南部からアルゼンチンにかけて分布している。最大種は、オーアルマジロで体長75から100センチメートル。お腹50センチメートル。体重30キログラム。最小種は、ヒメアルマジロで、体長10センチメートル。お腹3センチメートル。 体重 0.1kg。全身内視背面は体毛が変化した臨場の硬い板で覆われている。アルマジロという英名はスペイン語で武装したものを意味するアルマードに由来する。時には銃弾を跳ね返すほどの高度も有している。一般には敵に出会うと丸まってボール状の形になり身を守ると言われるが完全なボール状になることができるのは 三つビアルマジロ属タリピューズの二種だけである。2016年に分子系統解析から4500万年前に分岐し遺伝的距離が大きいという解析結果が得られたため、Q アルマジロ化デシプダイデーをクラミフラデーとデシプダイデーの二科に分割する説が提唱された以下の原生の分類群はギブエトールに従う。和名はカワタラに従う。 英名はガードナーに従う。南アメリカ大陸は、白亜紀末に一時的に、北アメリカ大陸と陸続きになっていたものの、それを除けば、ジュラ期末に、北アメリカ大陸、白亜紀中頃に、アフリカ大陸、古代三期の四神世の末頃に、南極大陸と分かれ、新大三期の先進世まで孤立し続けていた。飛行目はこの期間に進化を遂げたのである。 ただしその起源は明らかになっておらず、約1億2000万年前の前期白亜紀に、原始的な魔獣類から枝分かれした系統の一つの子孫であると考えられている。その系統は、やがて異節類となり、有毛目と枝分かれした。化石分類群としては、ペルテフィルスか、パンパテリウムか、グリプトドンか、パレオペルティスかがいた。夜行性で、主に嗅覚に頼って、 餌を探し、シロアリなどの昆虫やミミズ、カタツムリ、ヘビなどの小動物を主に食べているが、トウモロコシなど植物質の餌を食べることもある。敵に襲われると手足を引っ込め、硬い甲羅で身を守る。地下に穴を掘って、巣を作り、暑い日中は、巣穴の中で眠って過ごす。睡眠時間は、非常に長く、1日平均18時間に及ぶ。 同じ一節上目に属するアリクイと同様に、粘着力のある長い舌を持ち、白アリやアリを効率よく舐め取って食べることができる。前足には長く鋭い爪があり、穴掘りに適した体の構造になっている。もともとは、南アメリカ大陸の生物であると思われるが、最近では北アメリカ大陸でも見かけるようになり、アメリカ合衆国南部では、 一般的に見かけられるようになってきている。また、ペットとして飼育される事例も多く、意外と人に懐く生き物でもある。一方、穴を掘るという性質から、農地や庭を荒らす害獣と認識され、駆除の対象ともなる。前述の通り野生では地下に穴を掘って、巣を作り、その中で寝ているが、飼育下では、無防備に仰向けになって寝る。南米では、 アルマジロの肉を食用としているほか、コーラは、チャランゴなどの楽器の材料に使われている。アンデス地方の先住民族である、ケチュア族の言葉では、ケナガアルマジロを、キルキンチョもしくは、キルキンチュと呼び、ボリビアやペルーではこの名前で呼ばれることが多い。フォルクローレの里として、有名なボリビアのオルロでは、自分たちのことを、キルキンチョと自称するほど親しまれた動物である。 オルロイやラパスなどのアンデス地方の都市でカルナバルの際によく踊られるモレナダと呼ばれる踊りでは手にアルマジロの胴体で作ったリズム楽器を持つことがありこの楽器はマトラカと呼ばれる中に鉄板をはめ込んだアルマジロの胴体に棒をつけ棒を持って振り回すと鉄板がガリガリと音を出すようになっている近年のカルナバルでは本物のアルマジロを使う代わりに 同様のものを木などで作ることの方が多い。踊り手たちが所属するグループを示すものの形をした、マトラカを持って踊ることもある。アルマジロは、人間以外の自然動物で、唯一ハンセン病に感染、発症する動物であるため、ハンセン病の研究に用いられてきた。アルマジロは、テキサス州の州の動物である。テネシー州では野生のアルマジロが増えすぎてしまい。 狩猟免許を持っていれば狩猟して、食肉として食べて良いことになっている。中国では、と呼ばれ、という文字は狐や狸と同じ特定の動物一種だけを表す漢字であり、一文字だけでアルマジロを意味して、三界行の東山京に京に妖怪として載っている。日本でも、個人で、ペットとして飼育することが可能である。特に法令による規制は受けていないので、 許可や登録などの義務はない。ありがとうございます。